浜岸リスナーの皆さん、お元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストは当番組論説委員長のこの方です。竹内義孝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。真夏のサイキックミーティング以来のああということですか。竹内先生のであ,ありがとうございます。けれどもはい。

得点が対やったのかな最初8ゼ0で勝って阪神がね次8ゼ0で負けて1点差で負けて1点差で勝ってさよなら勝ちしてみたいなのが続いてて結局だから第4戦まで第6戦まで7戦までいってしまったということなんですけどもいやあのでねしかもオリックスというね まあどちらに転んでも僕はうれしいぐらいの感じだったんであので見応えのあるような試合。 でしたね、僕、第6戦ですか、見に行ったんですよ、行ったんですよ、偶然その前の日に、僕、京都岡田会っていう岡田監督応援する会のメンバーなんですけども、その先輩の方から連絡いただいて、行く予定やった人が来れんくなったからということで、急遽ょ、空いて、それでもうね、めったなことやないんで、行ったんですけど、大変なことねなりして。 やっぱりすごいっすよ、やっぱり、山本由伸は、すごい。そのほんまに、やっぱり防御率ってようできたもんで、防御率って確率の話やないですよね、今までのね、これまでのね。9回投げたとき、どんだけ取られるかっていう話やから、やっぱり前の第一戦であんだけでめった打ちにしたってなったら、それは2戦連続のはないんですねないんだよね、やっぱりね、防御率がものを言いますから。 最初はまだいけるかなっていう、最初ノイジーがホームラン、打ち遅れみたいな、なんか、振り遅れみたいな感じで、ライト方向に入ったんですけど、だからその後でもランナー背負ってても、やっぱりもう、安心感というかね、すごいですよね、あれは、すごいです、すごいです、本当に。途中から、これ、4点差、3点差、4点差つき始めた頃から、まあまあ、もう、きょうだいかみたいな、確かにもう、あの人が投げてたらね。 そうなるでしょう。うはい。それが第七戦で。ああ,<え>ああ、なってね。ああなっていやいやいや、もうすごいんじゃないですか。今回はね。ね<え>もうすごい盛り上がったと思います。盛り上がってんの、はこれ関西だけなんですかね、はい。どうなんでしょうかね。その辺。ね<え>。うん、いや、その辺よく分かんないんですけど、関西は盛り上がりましたね。<laughs> 関西はなんか盛り上がってますよね。ええ、はい。 でもあの優勝特番とかやってるのも、おそらく関西の民放だけですよね、きもう真夜中からねビール掛けとかね、中継して、でも多分やってないですよね、やってないのかもしれませんね、うん、どうなんでしょう、でも十8年ぶりっていうのがね、いやいや、もうカーネル・サンダースが投げ込まれて以来というか、そうでした。 竹内先生三十八年前。覚えてますよ。だから。覚えてるでしょう。はい。三十八。二十歳じゃない。二十歳二十一歳やからね。三、三十じゃないですか。今六十八。はい。から、もう三十。三十、三十ですね。ちょうど。三十。僕あの、今回のツイッターの、あの、エックスですか。竹内先生ゲストの予告で。おそらく三十八年前から、カた、あの、河童の母さんの話はしてたであろうと。してました。してました。もちろん。もう。はい。 <laughs> もう30の時にはすでにしてました、はい、かカータ田の話、30ぐらいは一番全盛期ですよ、やる全盛期でもやるんですよ、もうだからもう、怒りにもう似たような感情で言いますからね、ー最初カータ田になってないとか言って。 怒ってました、プンプンしてました、ぷんぷんしてて、それがだんだんもう芸に昇華されていって、そうそうそう、まあええかと思って、いや、なんかね、すごいんですよ、カッパの母たんって。いや、また聞いたりです、聞いたいです、聞いてください、またね、いずれ。いや、もう、ひどいかったんでしょ、のひどいというかね、僕、ママと遊ぼう、ピンポンパン好きだから、ずっと見てたんですよ、僕のこの人生狂わしたのは、ママと遊ぼう、ピンポンパンなんですよに狂わされた人生ですか。 僕だからね、石毛京子さんという方が2代目のお姉さんになってて、はいええで、ホットパンツから太あのちょっと太めの太ももが出てて、ええ、それに見入られて、ええ、高校の時に、うんはい、これを見てから学校に行かないとって、収まらなかったんですよ <laughs> で、見てるとね、遅刻しちゃうんですよあもうビデオとかない時代,うか,、ね、い時代やからね。 ピンポンパンを見て、けてはいでその後ポンキッキの前にも家を出て、で、学校行くとちょっと遅れるんですよピンポンパン見てると、それでね、なんやねん、君遅刻ばっかりとか言われて、もうそれがう辛くってね、学校選ぶか、ピンポンパン選ぶかって悩んだんですよ、でピンポンパン選んだというのがあるんで、そこがもうこのターニングポイント、人生のもうで選んだら、選んだとたんに、なんか PTA か、なんかクレームが来たのかな。 その石井京子さんの,その短パンというか太ももが長ズボンになって、はい、ホットパンツがはい太ももを隠してしまうんですよ。えー えー、それ逆に学校にまた戻れそうじゃないですか。はい、戻れそうやけど、その時に、えー、っていうこのなんか、はい、落胆が大きすぎて、もう学校は行けないっていう。<laughs> その、逆、尾崎豊みたいなそうそう。そ<の> <laughs> 学校は行きたくないっていうのは同じなんですか同じやけど、うん、そのもうよ、よけいこう落胆があって、ってよけいこう学校に行けなくなるというか、<ー>遠ざかってしまったっていうのがあるんですよ。 それがきっかけ、まあ、高校の時に、はい、まずね、まずそれがあって、<ー>で、そのあと、坂幸恵さんという3代目のお姉さんになって、えーはい、あの落語の合同司会もされてた、でこうキュロットスカートになってね、えー、で、まあ、キュロットスカートというのは、結局はそのパンチラはないので、えー いかがなものかという思いがあったんだけど、その時も高校生まだ高校生、そうですね、高校生が大学になるぐらいの時でしたね、それを見てて、そのあの大野香おりさんという方になったんですよ、彼女もすごいロってやけど、すごいね、そういう意味では、石毛京子さん、坂井幸さんってちょっと大人の女性やったんですけど、大野香おりさんってちょっとアイドルっぽかって。 あの大美子さんにちょっと似ててね、そうなったらね、キュロットのその丈が短くなって、結構なんかすごい、僕らからしたら、サービス精神があるなみたいになってね、そこですごくよりはまったんですよ。よりって。で、その時に、カッパのカータンが、大野香織さんの横に、お姉さんの横に立つ時に、なんかちょっともぞもぞと、表見てても分かるない。で、大野香織さんもね、なんかもう、もどもどしながらね、 えっと今度のあの募集はなんとかなんとかって告知するわけですよ。で、かっぱの方、ニコニコ笑いながらね、こうやってるわけよ。やってるわけよ。でもね、なんか微妙な感じでね、で僕は、いや、あれ、多分横でお姉さんのお尻触ってんねって思ったわけよ。思って。思って、みんなに言うとったんよ。母ちん、お尻触ってんだよってって。学生のにはいほんだら、みんながね、僕、もう大学生になってました。ななんんねほらみが なんでやねんと。カッパのカータンって着ぐるみやんと。うん、そんなさあってもどう、ないから、感触がないから、そんなことせえへんでそんな食感がないだろうと。ういはいいって言った時に僕はね、は違うと。うん、カッパのカータンはお絵描きが得意なんですよ。<ー>カッパのカータンはお絵描きするんですよ。はい、マジックなんてことはということは、 この側は確かに着ぐるみでごついけど、手のひらのところは薄皮一枚で、ちゃんと絵描けるにしてるから。早すぎたオープンフィンガーグローブそう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 、あれやから、そのもうほとんどすでに近いんだよってだからあれを触ってんだよって言うて、お前考えすぎやでとか言われたわけよ、その思いを持ったまま大人になって、その時大人でしょ、大人やけど、より大人になって、より大人になって、あるポップティーンという雑誌からね、発注が来て。 さんピンポンパンの特集やりたいんで、ちょっと過去振り返ってもらえませんかと言われて、大野香織さんにできたインタビューしてください。すごい当事者に。はい。分かりましたって言って、僕は高橋啓堂事務所まで行ったわけよ。高橋経堂事務所所属やったんですよ。彼女は。うん。で、行って、そこで事務所で話を聞いてて、まあ、いろんな話を聞きました。僕の積もる思いとかも訴えさせていただきました。で、その時に、さあ、そろそろ。 カッパのカーンのんんことと聞か,んだかんとあもういきなり聞くのはちょっとブスイで不無議やから、はい、もうこれでいいやろちょっとあの温まってきたから、カッパのカーんのことですけどって聞いたら、大野香織さんが、ああのエロガッパねって言うたんですよ。<laughs> で、僕、おお言うまでもなく、もうその第一声が、はい、あい。あのエロガッパねって言って、うんうん、で僕はね、お姉さんの教え下がってたでしょうって言ったら、ええ、いや、私だけじゃなくって。 子供来てるじゃないですか、はい、あのピンポンも、子どもは一発見来てるわけです、えー、スタジオに、うん、その、府警も来てるわけ、はい、お母さんとか、そのお母さんのも去ってたんですよ、<laughs> えー、思った以上に、<laughs> 思ってた以上に、上にカッに、かっの母さんはいろんなところに影響を与えてたんだなっていう、オープンフィンガーグローブをそうなんですよ、駆使して、はい、だからまあ、僕の言ってたこと、当たってたということなんですよ。ああ、だからもう、あとからちゃんとそう,う,そうなんですよ、もう証明されてるんですよ。 エビデンスをエビデンスを僕はきっちっとそのお姉さんからあのお聞きしました当社の供述ですかね、はいはい、白性ももありますもんね、そうなんですよ、うん、もう本当にあのお姉さん、すごかったですよで、お姉さんがその後、ね、あのね、竹内さん、あの今日はあのどこのお泊まりですか<ー>って言われて、お<ー>どこそこって言ったら、車で来てるからお送りしますわって言ったら、えー、おっ、やったと思って、<laughs> ほんだら、その担当の、ポップティの担当のちょっと有名な編集者がいる,、はい、いるんですよ。 有名名前聞いたら分かるぐらい、それがぱっと来てね、いや、竹内さんは私らがアテンドしますから、お姉さんいいですって言って、無水 <laughs> <laughs> に、無水にお姉さんを帰らしちゃったんですよ。あのというか、僕はもう、うわあのあと、ね、送ってもらって、ちょっとご飯で行って、お酒とか飲んだら。<laughs> あのちょっとカータの話続き聞きたいんですけどとか言うていや竹内さんはカータになるんじゃないのとか言うて「いやそんなことないですよ」みたいなことがあるのかなみたいなね <laughs> っていうのがいまだにそのいまだに思ってふわ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 ってなってて2年後の「にはこの話も書き」「ますこき」あ「こをお迎えになられたときに書かれるっていうかもう。 ねえ、38年ぶりの日本一で、38、はい、私やったら38年前まだ小学校3年生やったんですよ。それが今もうこんなおっさんになってるわけじゃないですか。<laughs> お父っさんに。<laughs> でも、竹谷先生は38年前と、はい、 一緒ってこと変わってないんですよね。変わってないですよ。だから、30か68ってのは、それと変わんないんですよ。まあ、あの、岡田監督のこの年の重ね方と近いものがあるじゃないですか。岡田監督が優勝した時二27か28で、今65とかでぐらいですよね。だから、わりかし似たところで、こう、推してるんですよね。岡田監督も変わってるんじゃないですか。変わってるけど、まあ、言うたら、選手から監督になったとか。まあまあ、野球をやってるっていうことは変わらへんし。武内先生は、カッパのカーターの話を、当時もしてたし、書いてたし。 今今ももししててるると生々しく、ししかも生々くより生々しく、今、うんってちょっとこいそうなんですよね。やっぱり変わるもんと変わらないもんってありますよね。そうなんですやっぱり人間って不思議だなと思いますよ、そういう時あやっぱりこうね、すごい移ろっていくんだけど、人生とか人間とか、でも移ろわない部分もあるっていうことなんでしょうね。だから <laughs> <laughs> でもかわ、逆に今度、変わった部分ってあります、だけ<あ>30年から30歳からそうですね、わり<歳>かしものの見方がやっぱり緩やかになったというか、はい、ああ、昔はほんまにカーターに対しても怒りを感じた。そうそうってなって、そういうことでそのお姉さんにも訴えてたし、うん、今はそうじゃなくて、もっと緩やかな感じで、こうあのなんほわっとした感じで、カーターにもカーターの都合があったんだろうなみたいなね。<laughs> ちゃんとそういう、相手の立場にも立って、立ってそんな都合あります、その、不敬のお尻触る都合なんてないですないけども、でもまあ、彼からしたら、着ぐるみに入れられて、なんかやっぱストレスもあったんだろうなと、それの発露かなっていうふうに思えるようになってきましたね。こののの年彼彼だけせいいいじゃなとを着ぐるみ中に追込めた 何かみたいなね、うん、そういうものもちょっと思い至るようになりましたね。なるほど、それはまあ68になられて、うんはい、またカーターに怒ってるね一辺倒で怒ってたら、うん、そうですね、ちょっとおかしいですね。れはちょっと、ねはいはい、問題ありますもんね。両側から見れるようになりました、ね。<laughs> <laughs> 素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。今夜もその両側から見た視点で、やっぱり、それがやっぱり論説委員長の役割ってそうですもんね。うん。だ、うんね、から一方的な視点だったら、うん、そこはね、やっぱり、あの、誰でも誰でもというか、うん、ね、あの、竹内先生じゃなくても、感情的に意見を言うことはできるけれども、そうじゃなくて、こっちの立場と立ったらどうだろうか、逆の立場だとったらどうだろうか、うん。そうですね。 ありがとうございます、はい、今日も深い話を論説委員長に伺うことになりますよろしくお願いします、はい、勝手に弁護団試験から戦えている人物や団体を依頼もされてい,たいないのに勝手に弁護するこのコーナーですけれどもちょっとこういうのはメールから読んでいこうと思います、はい ゲストの竹内先生、文豪で俳優で弁護士の墨田先生こんばんは,んばんはご覧です毎週楽しく聞かせてもらっています、えー、今週は真夏のサイキックミーティング以来の竹内先生のゲスト楽しみにしていますさて斉藤由紀さんがままたニュースになっています。以前話題となった医者の A さんに対し、えー、クリニックに駆けつけ警察沙汰になったと聞きました、うん また A さんはその後離婚されただけでなく報道された週刊誌の記者の動画を自らのクリニックの YouTube に上げて反撃するまで事態が大きくなっています、えー、当時はデカパンをかぶった A さんを他人事のように笑ってしまっていましたが2、うん、二人の関係はそんな軽いものではないんだと感じました、はい、竹内先生の名言「パンツかぶってるは表層」「斎藤佑樹の気持ちをかぶってる」うん が六年経った今深い言葉だったとしみじみと感じています。はい、今竹内先生は何を思われているかぜひお聞かせください。うん、よろしくお願いします。そ,すね、それこそオープニングでおっしゃってた、うんはい、あの両当事者の立場に立っている考えられる、ね、問題かなと思うんですけど、はいうん、あのご存知ない方にご説明差し上げますと、はい、あの先週の週刊文春で。うん 「斎、えー、藤由紀6年不倫で警察出動狂<ー>乱動画入手」うん、という記事が出まして、ええ、え10月28日土曜日、うん、時刻は午後7時50分ドアの向こうでは女性を中に入れまいとする男性の姿があった、うん、ガラス1枚を隔てた男女は互いに必死の形相でドアを押し引きし合う「うん、入れて閉めないで」うん、そう叫ぶ甲高い声が周囲に響いた。 声のの主は女優藤ずっと入れへんでもめてて警察まで出動したと言い合わせた人が「斎藤さんですか?」と尋ねたら「そうです」とおっしゃっていこういう騒動があったということなんですけどこの相手の医師の方は。 ね、あの6年ほど前、この番組始まった時、うん、よくまあ問題として取り上げてた方ですよね、はいええ、当時、斎、えー、藤由樹さんと男女関係がまあ報じられて、うんで、最初は否定してたんですけども、うんはい、お互いね、まあ、自分のお主治医やっていうような話を言ってたんですよね。ただ、その後にフラッシュに、二、あのーまあ、人が、えーうん、唇を重ねる瞬間の写真が掲載されてたり。 それだけでなく、まあ、その男性医師が、はい。あの、うん。大きめのパンツ。そうですね。うん。はい。を、こう、頭のね、かぶって、はい。ええ。股編みがかなり深い。やつをね。かぶってましたよね。うん。かぶってましたね。その時ですかね、小田急先生。パンツをかぶってるっていうのは、まあ、表層に過ぎず、最低限の気持ちをかぶってるそうなんですよね。あのかぶり方、すごかったと思いますよ。すごかったですね。はい。今も忘れられない。ですよ。ことあるごとにあれが蘇るからね。 うん、あんなに深くかぶった人って、彼だけやと思うんですよ。今まで。いろいろ変態の人とかね、えー、変態じゃなくて愛情から、愛情ゆえ、はい、変態ゆえ、いろんなことで、パンツかぶる人は多いと思うんだけど、はい、あないなかぶり方する人は僕、珍しいと思います深々とかぶってましたし、はい、でまた、パンツが大きかったんですよ。普通ああいうことはそのプレイ的に言えば もうちょっとティーバッグとか、ええ、ああいうものをこうちょっとなんか目が出て。ああ、そうですよね。もうマスクマンのように、うん。マスクマンのように被るというのがあって、うん、そういうのは僕らもお馴染みやったんですけど、うん、あの目も隠れるような。完全に被れてましたよね。はい。あれでぐーっとあそこまで被り込むようなね。うん、で、あの。被り込むっていうか、ね。被り込んでるんですよ。適切ですよね。はい。で、あれはね、被り込んだ上でね、ぎゅーっとこう、なんていうのか、自分の顔をこう、そのパンツにこう、押し付けるというか。う顔が浮かび上がってくるらごとく。浮かび上がって。 あれをそーっと脱いで石膏入れると、ライフマスクができるようなね。そスクがそのまま。ようなかぶり方なんですよ。確かに、でもそれほんまに言い過ぎじゃないですよ。言い過ぎじゃないんですよ。で、あそこまでかぶる人はいなかったっていう、僕は思ってるんですね。今まで僕、ああいうの見たことないんで。いや、私もないです。ないですよ。で、それ、僕は感銘を受けてね。だから、これパンツかぶってんじゃなくて、気持ちをかぶってんだっていうふうに一瞬思ったんですよ。それは今でも間違ってないと思うから。 あののの愛情深さっていいいは間違なですだから今このねどういうお二人が関係なのかっていうのがこの文書の読んでもはっきりしてないんですけれどもただあの男性の方は離婚なさったそうですねなるほどね離婚されたっていうこと離婚されて斎藤さんと一緒になるわけじゃなくて斎藤さんとも距離を置いてるというふうにただ斎藤さんともこういうトラブルが起こるということは 何かしらの関係を続,続けながらもちょっとトラブルが起こったそうなんですよ。ね、で斎藤さんは懐いてるっていうのはなね今回の騒動があって、うん、そういうちょっとにわせ的な発言もこの男性医師はしている、うん、ということなんですけどはいはい、はい、うんはいねでもあ,あそこまで深々と被っててもこういうああそうねそこが僕ねあのー、こんなこと言うとね ちょっと斜め見しすぎてのちゃうかと言われるけども、あそこまで深くかぶったからこそかもしれないんですよかぶったゆえのゆえの結末かもしれないんですよ。どういうことですかいや、あそこまでかぶってるわけですよ。で、これで分からへんかっていうとがあるんですよ。だから斎藤さんがね、あなた今浮気してのちゃうかとか、いろいろあったかもしれない、付き合ってる中でね、ちょっとあの時電話出なかったとかね、いやいや、分かるやろうと。 あのかぶり込みを見て、何、何そんなこと言うねんっていうね、男的にあるじゃないですか。いや、それはあります。なんか、あの、私も、ね、その、まあ、外出ることが多いんで、まあ、子供の世話が、まあ、妻に負担がかかってる時あるけれども、まあ、そういうことでね、言い合いになることもあるんですよ。あります、あります。でも、僕も朝送ったりしてるやんみたいなね。でも、それは朝送るぐらいのレベルじゃないですか。子供をね、保育園に。じゃなくて、あの人は、 あの股上の深いパンツをあそこまでかぶ、うん、るって、うんで、それが、うん、まあ、あのー、言ったら、世の中にこう公表されちゃったわけですよね、不幸か、不幸の部分もあるか、不幸じゃないですかね、でしかもあれ取ってるのは、斎藤さんっていうこと分かってるわけですよ。 だって斎藤さん以外あれ、取らないですよ。いや、取らないですよね、そこの、その場所にいる第三者のその存在も気持ち悪いですもん、いたとしたらね、やっぱり斎藤さんなんですよ、だからそこはもう、彼からしたら分かってるんですよ、このこないな二人の関係軸があって、その中でじゃあ何を求めるんだと、これ以上、確かにね。だから、俺はもうないよと。 確かにあれの先って、はい、うん、ないよ、ない,よね、ないですよ、ないですよ、愛情の示し方で、うん、うんうん、ない、あのー、でも空虚になりますよ、あれを否定したら、うん、あれを否定して言葉で、何言うても空虚ですよ、うん、あれはもう言葉じゃないんだもん、あ,あそうですよね、うん、うん、あれはもう本当にそこにこう、僕はその、なんていうのかな、物質論になると思いますよ、物質論はいあのー、だから あの、漁師とか、漁師、はい、論とか、えー、あそこに行ってしまうと思いますよ。漁師論ね。はい、あそう,いう、はい、物質論です。物質の。うん、うん、だからもう物質としてこれ以上のやり方がないんですよ。確かに。はい。あと何するのって世界やから、うん、彼から言わせれば。うん でそ,のその物質のところに気持ちが伴ってるという、しかも僕からしたら、気持ちをかぶってるって言わしめたぐらいだから、そういうところまで行ってんだから、うんうん、だから今回、だから斎藤さん、ちょっと心配しすぎなんじゃないのかなって。まあお互いに何があったか分からな,、うん、ないけど、この男性医師はもう全部、奥さんを財産分与で、奥さんに全部渡してっていう。 84歳の母が住んでいた僕名義のマンションも売却されて、母親を追い出された、うん、僕は人生の、10年の人生をパーにしました、はい、だけどそのことに対してはこれまで反論を一言もしてこなかったとい,、はい、いうような、うん、だからすごいですよね、失うものがやっぱり、たくさんあっ,たっ、うん、あったんでしょうね、うんそれでも別に、まあいいんだと思ってたわけでしょ、これこそ,その、だからか善意というか、彼の気持ちの部分じゃないですか。 あの結局男性医師を弁護してますね。のうん、あのいやというかこれ同時に斉藤さんは弁護してますよ,すよ、ねはい。はい。うん,うん。うん。うん。うん、そうあそう,そうまあでもそうですよね。だから、うん、あんなことをしてたのにじゃなくてしてたがゆえにっていうのはだと思います。はい。だかそこで斉藤さんがもしね、<え>もし僕らのわからんとこで何かあるとしたらね、<え>あのあの あのふかふかとかぶった以上に、他人の別の女性のパンツはあれ以上にかぶってるとしたらね、ええ、それは斎藤さんからしたらちゃうやろうと。だからそ,それぐらいしか言えへんやろうっていうことでうそ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 う。言えるとすれば。言えるとすれば、うん、あんた、愛情じゃなくて、ただ単にパンツふかぶりたかっただけなんかみたいなね。そそうなんんていいいいまますすパンツかかかぶりただけけのお医者さやららど <laughs> それぐらいしか 多分反論がないんですよ、うん、この人、でもあれですよ、うんあのお、お父さんが教育者で、はい、アメリカの留学経験もあり、うん、心臓外科が専門で,、うんでえー、高級住宅地の豪邸で暮らしてて、はい、地元では池の優しいお医者さんす,すごい、もう評判良かったんだよね。うん 裏草もありますもんね、そういう人がかぶるっていうのは、普通のおっさんがかぶるのとわけが違いいやすよね。だから僕は言うんですよ、変態の人がかぶるっていうのはね、これ、かぶりたいからかぶってるんですよ、この人もかぶりたかったんだけど、かぶりたいという気持ちのところが変態と違うんですよ、変態はかぶりたいんですよ、ただ単にかぶりたい。こここの人そそうじゃなくててかかるとによよっ何伝えたいんです だから分かったんでしょ、斉藤さんも、分かったからこその関係じゃないですか、写真も撮ったし、うん,うん、だからそれが長い,長い年月というか、6年の間に、ちょっとなんかね、もうだからあの頃のようにっていうのが、うんうん、でそういう、実際に、うん、言葉として出てるんですか、ね、いや、あの 2> 2のでもう、もう一度かぶってくださいぐらいの話はあったかな、<laughs> 6年経って。斉藤由紀からはい で、なんか、あの、そのお医者さんがね、ええ、いや、もうあれでいいじゃんっていうようなね、ちょっとこう、なん、なんていうのかな。<ー>うん、ちょっと被りたないねんっていうようなニュアンスが出たのかもしんないね。あ,あそれあるかも。うん。 ややつやったかぶるよぐらいのね、ちょっと傷つけるようなこと言うたんちゃうかな。いや <laughs> いやいや、前は洗ってないのをかぶってる前提で言ってるじゃないですか。<laughs> だってそうでいやそ、そんな、それはまだ油溶いてないですよ、そのカッパのカーターみたいに、エビデンスとれてないですかれないけど、洗ったやつ持ってきて、かぶりますかだから、その場で脱いだやつかぶってるんでしょ、普通、その流れ的に。流れ的に普通、あれが被る時にね、うん、洗ってきたらふがふぶってってって分かった、かぶるわっていうのは、ちょっと。 ああ、確かに流れとしては、逆に不自然ですよ、ね、不自然ですよ、その場で脱いでいただいたものをかぶるからこその、うん、こうなんか、あくまで竹内先生のあ、僕の、ね、あれですよ、うん、限界ですけどねそっか、だからちょ,ちょっと、そこの、うん、何回かあるでしょうね、そのこういうことがあ6年前にあって、うん、6年間の間に、その、まあ、パンツに関する、はい、まあ、 なあのやり取りっていうのがないはずないですもんね、そうなんですよ、何かの表紙に、出るよことあるごとに、ね、出る、だってあれ,あれ自体が、まあ、僕ねあの、この前もちょっとラジ,オラジオというか、イベントで言わせていただいたんだけど、はいええ、幸せの時間というね、ドラマがあって、うんはい、見てましたかああ僕、分かんないです、どんなじゅドラマですかあの昼のね、1時半ぐらいから8チャンネルでやった、<laughs> ちょっとそういう、あの <laughs> そ,それは最近やってたんですか最近,、まあ、最近って、も数年前からやってたやつでね。はい まあそのちょっととんでもないドラマなんですよ、えー、その演出的に言うても、ちょっとみんなから笑ってくださいっていうぐらいの極端な。東海テレビですはい、はいで、そこでやってたやつがね、その主人公の奥さんが結果的に全部失ってしまう、はい、旦那も浮気する、<う>浮気する、あの子供ももくれる、はい、みたいなことがあって、友達ともなんか揉める、えー、いろいろなっていって、結局は最終的に。あの 旦那と元どりになるとかじゃなくて、最後、地震が来て家まで壊れてしまうという、そういうドラマやったんですよ、その時に毎回毎回、キャラ弁を作るんですよ、子供のために、高校生の。で、それをキャラ弁作ったわよってって、それを毎回映すんですよ、自分で自撮りするんですよ、ドラマ自体も、さあ、皆さんのキャラ弁募集してますとか言って、キャラ弁募集してるんでですすよそうういいのの紹介したななにご深刻ドドラララママ自体はも毎回キャ弁作ってるんですよ。 で、なんでこんなことしてんのかなと思って、また、ええ、ドラマと合わへんなそうですよね。思って、ずーっとそれ見てたら、はい、最後自信があって、ええ、もう全部なくなってしまって。で、旦那とも仲直りはするんだけど、元には戻らないんですよ。旦那も旦那で一人で生きていく。ええ、私も私で一人で生きてる。子供も自立する。結局家もなくなって、その主人公は一人になってしまうんですよ。一人ぼっちに。はい。で、友達のところに居候をするということで終わるんだけど、その時に、一つのこのメディアというか、この、 パソコンの中のデータをこう持っとるわけですよ、ええうん、でそれを友達の家に行ったときに、そのパソコンにそれを入れて、パッと開いたら、今までのキャラ弁がばーっと出てくるんですよ、ええ、でそのときにね、あーっと僕思ったわけよ、彼女の幸せの時間はここにあったんだと、今までこれなんでこれを積み重ねてきたかっていうと、このために演出してたんや、な、うん何もなくなってしまったんだけど、唯一そのキャラ弁のデータだけが、彼女が幸せだった時間を表してるんですよ。 だからその時僕ね、うわーってちょっと涙が出たんですよ、ああ、すごい、このキャラ弁で泣かされるとはと思ったんですよね、えー、その感じだと僕思う <laughs> どの感じですかいや、パンツかぶった時が幸せの時間なんですよ、二 <laughs> 人の、ああ、二人の、はい、ここなんですよ、彼とか彼女のいろんなことがあったと思うんですよ、いろいろ、あったけども、その二人して、幸せの時間ってどこだったんだろうと、うん、あの時出会った時なのか、はい、あのどっか旅行行った時なのか、違うんですよ、あのパンツをかぶって、それを取った瞬間。 あれが二人の幸せの時間なんですよ。絶頂だったんでしょうね、絶頂なんですよ。確かにシチュエーションを考えると、本当に、まあその、お互い、配偶者がいるとかいうことを、ちょっと目をつむれば、二人の恋愛という観点で見ると、まあ一番燃え上がっていた。行とこなんですよ。ねなおかつ、お互いが大笑いし。そうなの。笑う、笑うこともできるし、なんていうのかな。 それが変態的にね、お前のパンツ俺被りたいわって被ってるわけじゃないんですよ。全然違いますよ。全く違うんですよ。そこ分かってほしいんですよ。変態的に被るんやったらね、あれほど深く被らない。わかりました、わかりました。須山さんが首をかしげてますよ、ディレクターが。須山さんまた若いから。若いから。分からへんです。分からないでしょうね。あの被った時の気持ち、顔がくっきり浮き出るぐらいね、被った時のあの気持ち。はい。 それですよ。それを、お互いが、やっぱりその最高潮、マックスの時から時を経て、やっぱりその時のことも思い出すこともあるし、あの時ああやったんや、みたいなことも、言うんでしょうな。すべてそこに紐付けされてるんですよ。あの、パンツ被ったところにでも紐付いてるんですよ。なるほど。あの、パンツ被った2日後こんなことがあったねとかね。3日前こんなことがあったねとか。もう全部基準がパンツ。基準パンツ被った時なんですよ。うん。 だからそれほどこうお互いの心の中にあ染みついてるんですよ、えー、だから本当に気持ちをかぶっとるんですよマジでとしか言いようがないですよ、ね、言わないです、はいうん、ただだからで,でもその後も例えばお二人の関係が続いていれば、うん、まあパンツを見ることもあるじゃないですかはいありますねうん,んその都度なんかやっぱりその、まあ、逆に言わなかったのかなどっちなんですかねその逆に二人にとってそれを触、うんうん、れずに6年来たのか はい、はい。ねいや、そのパターンも考えられる。考えられるし、あの、彼からしたらその瞬間なんですよね。瞬間としてあるからいいわけで、一年に一回かぶってたらあんまり意味ないんですよああ、そうですよね。そんなしょっちゅうあるもんだから女性からしたらそろそろかぶってもいいんじゃないのと思うかもしれないよ。ねでも男性からしたら違うねんと。だから、あれは確かにかぶりたかったしかぶったんだけど、かぶりたいからかぶったと思われたくないっていうのもあるんですよ。これ難しいんですよ。むずいな。むずいんですよ。 やっぱり、はい、殿下の宝刀やから、はい、ここ一番しかかぶらんっていう、そうなんですよ。うん。らあの、あのパンツが、僕、僕これこ、ああくまで僕の個人的な想像ですけど <laughs> いや、今まで、今まで全部そうです。<laughs> この10分ぐらい、全部そうです。<laughs> なんか、<laughs> この瞬間文春にはそんなこと載ってないですよ、はっきり言うて。<laughs> <laughs> あれはだから、三種の神器みたいになってると僕は思うんですよど、ね、どういうことですかなんか閉まってるというか、あ<ー>ここという時に出てくるっていうかね。う うん、だから、どう、どうなんでしょうかね。だから、将来、あの、もうここから何十年か経って、二人して、ええ、まあ、例えば見とるというか、その、彼が亡くなるとき、斎、うん、藤幸さんが亡くなるときにね、ええ、そういうときに出てくるんじゃないかなと思いますね、それが。あ、改めて。はい、はい。うん、で、それをその缶オケに入れるのかどうかわからないですよ。かぶ <laughs> せるんですかはい。缶オケに <laughs>。うん、あの、缶オケの前に 亡くなったと時に、白い布をかぶせるときに、水の代りにていうか、僕は、僕はですよ。怒られますよ、でも、僕はそう思うと。でも、ほんまにでもね、僕ら、正直、ふざけて言ってるとか、茶化してとかじゃなくて、6年前、衝撃を受けたのは間違いなくて、ものすごい受けました、写真には。で、6年を経て、まだその2人が喧嘩をして、こう、ね、小競り合いがあって、警察が出動したということにも衝撃を受けるとともに、あ <あ>うん、お二人はまだ何かしらの感じが。つながってたということもあったし、はい、だから今後もね、いいつながりが。 これをきっかけにね、また、あの、芽生えてくれたらいいなと、僕は思ってます。そうかね、これ結局、この報道があったことによって、また、蒸し返されてるじゃないですか、6年前のパンチの話が。はい、返されてい。あの、心ない人らはね、なんか、僕らは本当に、そういうね、気持ちをかぶってるっていう解釈なんですけど、そういう、こういう騒動を起こしたら、また、あの6年前のことが蒸し返されるっていうこと、 あえて意図して斎藤由貴さんがやったとも考えられるんですかああまあね、考えられるし、だからそれはもうね、あの、恩衆というかね、ああことやと思うんですよ。うん、というのは、僕斎藤由貴さんがやっぱりその彼氏と付き合う前は、結構あのー、ね、劣化されてたんですよ。 で付き合うことによって、本当に綺麗になっていったっていうのがあるんで、それ僕、出したとか、すぐ女性に言う人がいますいますけど、ドラマ見てたら、やっぱりちょっとね、斉藤幸さん、どうしたんだろうと思ってたんです、僕、そこか,から本当に綺麗になっていって、だからこれ、本当にお医者さんの本当に力なんですよ、<うん S 1> それは彼女も分かってるはずなんですよ。<うん S 1> 本当にファンやったと思うんですよ、お医者さんは。斉藤斎藤ちゃん。そ、そ、りゃそうでしょうね。はい。なんかコーチ的な存在って、その騒動の6年前にコメントしたんですそうなんですよ。本当に綺麗になられて、だから、それは僕ね、この、あの、斎藤きファンも、そのお医者さんに感謝してると思いますよ。一回感謝してるんですかはい。思います。うん。でも、ここまあね、そこまでする、こうしてくれるコーチいないですもんね。いないですよ。なかなか。自分が本当にファンで好きってだけであったら、そこまでやっぱりやんない。 うん、そこまでやんな,いなんかあのこの人には、のこの週刊文春のコメントを見ても、後悔がないんですよ、その後家庭を失った、いろいろ失った、はい、けれども、なんか、一辺の悔いも感じられなくて、だからそこは本当に、われわれが言ってたその気持ちをかぶってるっていうのは、まといてたんかなと思だから僕ね、この話をそのお医者さん聞いたらね、うん、何言ってんねって言うことじゃなくてあ、分かってくれる人がここにいた、京都にいたっていうふうに思ってくれると思いますよ。 聞いてくれることを祈りましょう、はい、はい。曲お願いしますはい。甘、えー、地マリーやぐるまそうメールいただいております竹内購買課課長補佐さん京都府男性四十代の方です墨田弁護士竹内論説委員長お疲れ様です、はい、早速ですがゴジラマイナスワンについてお聞かせくださいオタクの権威としても著名な竹内先生は X でも素晴らしいとおっしゃっておりました,、はい、ました私にとって初めての映画体験は小学校の前で割引,割引チケットを貼っていたゴジラ対ビオランテでした、うん 貧乏な家に育った私はその頃クラスで聞いていたゴーストバスターズやミクロキッズのようなハリウッド映画を期待し母に無理を言って天にも昇る思いで連れて行ってもらいました、うん、今思えばそもそも何もかもが違うのですが、うん、心底がっかりした記憶はいまだ鮮明です高島弟高島、うん、正宏さん 弟,弟はそうですかね、はいえー、高島弟が出てきた時には、うん、なぜか悔しくて泣いてしまいました。さて今回の「ゴジラ」ですが、はい、19歳13歳の息子から「行きたい」と、うん、あの頃の私を思わせるような目で誘ってきます。はい 新ゴジラなど、両作もあるので、期待値爆上がりなのですが、うん、ぜひ、竹内先生の方から、YouTube にあふれているコスパの良い情報ではなく、うんはい、ゴジラマイナスワンをより楽しむための、わびさびをご教授いただければと思いメールさせていただきました。あ,はい、あ,ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして、オタクのみチャンネル復活希望しております。うん、あ、わかりました。はい。はい、お願いいたします。ということで、ゴジラマイナスワン、見てきました。ああ、はい、そうですか、初日にもよくではい。 映画だと思います広くゴジラを知らない人にも届くようには作ってるというか、もう全然今までのシリーズとか見てなくても、怪獣映画っていうのが好き嫌いとかなく、みんなに届くように作ってて、感動するようには作ってますね、だからまあ、言えばやっぱり山崎隆監督の三丁目の夕日と永遠のゼロあるでしょうい。この二つを足したような映画ですね。 ちょうど本当に昭和の原風景と、A のゼロは特攻に行くという感じなんですけど、あれを合わせたような映画でしたね、終戦直後に、時代設定は終戦直後ぐらい終になってから2、3年のとあに、ゴジラがやってきて、ただでさえ終戦でみんな疲弊してるのに、そこにゴジラが出てきて、よりだからゼロから始まってマイナスになっちゃうという。 まあそういう映画なんですよ。うんうん、はい。だから、まあそこでこう、人がど,どうそのゴジラに対して、こう、んか対抗していくかみたいなことが描かれたものなので、うん、絶望だけではないというかね、うんうん、絶望の中にその人の、なんていうのかな、やっぱりこれではダメだっていうね、なんとか戦争がね、戦争で負けて、日本は負けて、 本当に落ち込んでんだけど、また再びその戦争で負けたと同じような気持ちを味わわないといけないのかっていう時になったに、こに、日本人の魂みたいなものが、いや、これだだめだっていうことですごい外敵に立ち向かっていくみたいな、そううい映画ですね今のお話聞いてると、ストーリーとして誰が見ても見いられる内容なのかなと思うんですけど、こういうゴジラ。 おもう特化して好きな、そういう特撮好きな層とかは、うん、はい。そうですね。だからこう、まあこれはね、あの、1954年、はい、昭和29年に一作目のゴジラ、封じられてるんですよ。ええええ、で、その頃っていうのは怪獣映画というジャンルがなかったので。ああそもそもなかった。はい。で、ゴジラというのは子供向きには作ってないんですよね。ええ、やっぱり一般の,あのお客さん見るようなという視点で作ってて。はいええ でみんなもこんなでっかいのが出てきて、どんな以外なんだろうということで、みんな見に行ってるわけですよね、うん、大ヒットしたんですけど、<っ>その時宮崎駿さんが子供の頃に弟を連れて劇場まで見に行ったらしいんですよ、あ宮崎駿さんがその時見た感想を述べてるらしいんですよ、はい、でそのときに、まあ、1954年のゴジラっていうのは、大戸島のところにこうみんなが行って、大戸島に巨大なものがいるって、っっでその山の稜線上がっていったら、山の向こうからぬーっとゴジラ、顔を出すシーンがあるんですよ。うんはい まあそは怖いんだけど、はい、その顔、ヌーと出した瞬間に、前列のお客さんから、みんながこうのけ取っていったと、最後,の最後のとこまで、<ー>それぐらい衝撃的やったらしいんですよ、えー、でその衝撃はもう今ないじゃないですか、ね、見慣れてるね、うんうん。でも当時はもうそんな衝撃やったと、えー、だからあの衝撃は今味わおうと思って、も無理なんですよ。まあまあ味はいようがないですよね。だから僕がその時に、僕の解説を言わせていただくと、 ジャンルで怪獣映画ってないときに、ああいうそのゴジラを見たときっていうのは、ゴジラ自体の映画は、僕は文学になると思ったんですよ、<ん>要は、うん、だからその、そういうものが出てきて、うわっ怖っ、恐怖みたいなもの、<え>でこれがその夜に現れて、はい、あの銀座をこう蹂躙してまた去っていくと、<え>何のために出てくるんねろうこの怪獣、うん、意味が全く分からへんのですよ、<え>でなんで日本を襲うんだって。 それもわからない。うん、でも、厄災として上がってきてる。うん、強いて言えば、その空襲という、戦争の空襲の強風をなぞらえてるとしかも思えない。うんええ、だからその空襲という庶民からしたら理不尽なもの、うん、そのとてつもないでかい理不尽な力によって蹂躙されるわれわれみたいなね、はい、そういうところのメタファーとして捉えるしかないんですよ。で、メタファーとして捉えると、まあ、文学なんですよね。うんはい で、今はもう怪獣映画ってジャンルがあって、はい、こんな怪獣の出方する、こんな壊し方するということを分かった上で見るから、ええ、それはよくできてると、エンタメになるんですよ。ええ、娯楽になるんですね。ええはい、だから今回のゴジラマイナスワンは、エンタメ、娯楽映画としてよくできてると。娯楽映画として。はい。ただ、文学にはなりようがないんですよ。もうここまで怪獣映画の、ああ。なるほど。うん、う百花繚乱の世の中ですから。ええ、だからそういう意味で、その一作目のあの文学的な匂いを感じようと思うと、それは、 無理です。ああ、まあまあまあそれはもうないものねだりというか。うん、うそれはないものでねだりです。今の時代で。はい。ただエンタメとしてはハリウッド映画凌駕するぐらいによくできているので。うん、ああ、そうですか。はい。これはもうぜひともお子様連れて見に行ってあげたらいい。行った方がいいですよ。竹内結子、高橋か花町さん。はい。はい。はい。ただその時に唯一僕は思ったのは、はい、やっぱりその上木隆之介がまあその、ええ、戦後。 焼け野原の自分の家に戻ってきて、親も死んでしもうてる、はい、で隣に安藤桜くらという人がいて、ええ、その安藤桜の息子も死んでる、神、ええ、木隆之介は生きて帰ってきた、はい、安藤桜からしたら、あんた生きて帰ってきて恥知らずとかまあなるようなシーンもあるわけですよ。そ、ええええ、そういういことがあっての之は たまたま子供赤ちゃんを連れてる女の人と巡り合って、その女の人も,もう両親が亡くなってて、はい、その子が行くとこがないから、結局、神木隆之介の家に居ついて、えーで、その赤ちゃん、その赤ちゃんもその女の人の赤ちゃんじゃなくて、捨てられてるというか、もうそうか両親を失った赤ちゃんを拾って育てようとしてるという、えー、そ,そんな関係なんですよ。うん、だからもう、親がない人たちが集まって、えー、その神木隆之介、家でおって、はい、っていうような展開があるんですよ。えー、で、まあ、あの結局、いろいろ言いながら、そうやって一緒に暮らしていくんだけど、はい 一緒に暮らしていくんだけど、しかも、その女性の方が浜辺美波、きはいな人なんですよ、でもね、なんもないんですよ。それは、描かれてないだけで、メタファーとして、なんかもう、なんか、明らかにそうしたあとみたいなないんですよ、全くないんですよ、でもみんなもね、お前、どうしたんやと、こんな綺麗な人一緒に住んで、どうやねんって、そんな関係じゃないんですよ。一緒 でもないね。<え>ないね。えで、そこがね、神木って思ったわけよ。<laughs> お前どうしたんやんお前の股間のゴジラどうしたんやん <laughs> 言いますか、それを。はい。マイナスワンやん,やん、<laughs> って。マイナスワンやん。大木先生は、ま、昔からその辺はね、あの、うん、それは、その女性と、うん もうそういうことしていいいうことやろっていうときに、行かない男性に対して、敵いじゃないですか、昔からかぼちゃワインの俊介とかね。あれもう本当に嫌なんですよ、なんかあのエルちゃんがあんだけ好きや言うてんのそう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 、なんだろなんだよ来るなよぐらいの、エルちゃんか愛いし、なんかね、奉邪やし。だから、ドラマというか、展開としてそうしてるだけの話であって、本音でもなんでもないわけよ。 建前じゃん。うん、うん、こういう男の子がおって。 大ほっといてあれよっていうコラムのコラム集で書いてらっしゃったんでそのカボチャワインの俊介は本当はエルちゃんを抱きたいけど抱かれうん恐らく地溝がたまりすぎてるんやろとかだからそうそうそういうねうん皮が余りまくってて地溝がたまりまくってるんじゃないかっていう説をうな説を想像したけどそれで以外考えられないのよねだからそれを今回に当てはめるとはい神木君も。 もなんか不思議ですよね。そういうのはだから、あのーうん、よくね今そういう映画で、うん、あのことさらにヌードシーンとか、うん、セックスシーンとかいらないんじゃないかっていう女性の女優の立場に立って、うんあのー、そういう不必要なそういうシーンそ女優もそういう演技を演じたくないし役柄とはいえそういうね あのセックスシーンとか濡れも演じたくないっていう声も最近よくあるじゃないですか。っていう中で、はいうん、それをまあ一つ分かるんですよ、気持ちとしては。はいはい、ただそそのの中でそのあってふ 叱るべきやのにないっていうのは確かに気になりまそうなす。それはそれで。だからその別にいいじゃないですか。その、セックスシーンなかったとしてもなんかもう、ああ。匂わしてくれたらいいんですかそういうこと。だからまあ、だから例えば、あの、神木くんがね、その、何さんでしたっけはい。浜辺。浜辺さんのパンツをこう、深ぶとね。それ、それはあってほしいですね。深ぶってて、また大きめのあの、田上え明のパンツぐらいのパンツをこう、って、っと。 もうそれだけ見たら、ああ、そういう関係かって思うやんか。で、それを浜辺さんがね、もうゴジラが来ると言うてんのに何してはんのあなたは、みたいなね。そういうシーンが、ちょっとね。一コマ入ってたら、いいんですよ。そういうことかと。描いてるだけで。そうそうそう。それも全くなく。全くなく。 それは逆に何らかの説明欲しいですよね、なんううで,、ね、でかっていうのが。だから、まあ、一つは神君がすごいトラウマを抱えてて、えー、そのトラウマによって、まあ、自分がそうなってしまってるという設定はあるんだけども。あるんじゃないですか、ね違う違う。それは抱かなない設定じゃなくて、えー、自分がこう 閉じこもってるるというあんですよでも、閉じこもってるがゆえに、そっち側にどんと行くっていう、逆にそれやったら分かるんですよ、これ言うと、もう本当にネタバレになっちゃうんで言えないけど、あるトラウマがあって、そこが今回の映画の見どころなんですよ、だから言うてみたら、ゴジラっていうのはたまたま出てきて大暴れして、ゴジラのシーンはすごいかっこいいし、怖いし、よくできてるんですよ、もうだからハリウッド映画、凌駕して。 よう作ってるこれは素晴らしいいと僕思います、うん、だからそのゴジラのシーンはすごいんやけど、ゴジラっていうのは、そういう目で見たら、あくまでもこうなんうサブキャラで、ええ、本当は神木君がいかに事故を取り戻すかって話なんですよ。うん、でそこをすごい強調してるから、うん、彼のトラウマもすごい強調されてて、トラウマが故に、 その女性の方に行かないという設定なんだけど、えー、僕はそこまでトラウマあったら、逆に女性のほうに行ってしまうと思うんですよ。ああ、そのトラウマからの逃れようとして。逃れうん、はい、うん、だから、そこがあった方が僕はリアルやったなと思うんだけど、<ー>そこがないから、こうちょっとこうドラマとして作られたキャラみたいなね、えー、こういうキャラですよ、この人はっていうふうに、ん、思ってしまって、うん、もうちょっとこう幅をつけてくれた方が、<ー>ドラマとしては、 良かったんじゃないのかなーって僕は思ったなるほどそういう側面もありますから子供たちを連れていくと安心して見てられますあ、あまただもうね19歳と13歳の息子やからもう結構ね大きいんで仮に神木くんがパンツかぶってたとしてもわかるわけでしょわびさびがねまあそりゃそうやろうっていうねかもしれないそっかだからもっと小さいお子さんいらっしゃる方もそこは安心してだから大ヒットしてのわかりますねなるほどはい もう一枚ね、映画について、うん、あのメールいただいてるんですが、沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方なんですが、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは、こんばんは。はい、私も遅ればせながら話題のアントニオ猪木を探して <laughs> 見てまいりました。<laughs> はい、私は少年時代は一切プロレスを見ず、猪木さんがもう議員になられ、うん、年に一回ドーム工業の特別試合限定で戦う自分から不安になった口なので、結構楽しく鑑賞いたしました。なるほど墨田先生が番組でもおっっしゃったように ガチガチの猪木市場主義の方々だけでなく、うん、海野選手みたいな猪木さんは歴史上の人物で、自分は棚橋選手や岡田選手に夢中という令和の若い不安まで幅広いそうにバランスを取った作品だったと思います。うんうん、しかしあのいや、猪木さんのマナ弟子の高田信彦が、何を伝えたかったのかさっぱりわからない <laughs> と、自身のインスタグラムを更新したことから、不安の中で意見が飛び交い。うん 永田裕二選手はその発言その発言というのは高田信彦の発言を X で老害と発言、うん、物議を醸し出していますいろいろな意見が出るのは良いことだと思いますがこの番組でもおなじみの竹内先生のようなプロネスにお詳しい皆様のご感想も伺いたい次第ですと、はい、いうことなんですが竹内先生まだご覧になてない、はい、見てないですね残念ながらうんただまあいろんな人聞くと、はい、やっぱりまああの猪木ってのはもうゴジラみたいなもんやから そのゴジラをどう生かすかという視点で見てる人と、そこを含めた映画として見てる人、両方いると思うんですよ。だから猪木、史上主義の人ってのは猪木を見てるから、でも、その映画を見る人っていうのは、猪木を中心とした映画を見るから、そこで意見が違ってくるんじゃないですかね。 ほんまに、高田信彦が何を伝えたいのか、さっぱりわからんと、何度も席を立とうと思ったみたいなことをね、うんらまあ、僕らも猪木のことを描くんだったら、僕らがね、猪木に対して思ってるアントン・ハイセルとか、あの辺のこと、永久機関とか、あの辺のことをもっともっとと僕ら思ってするんだけど、ずんどこの部分も含めて、ただまあ、広くプロレスとか猪木見てる人からしたら、そんなことよりもっていうのがあるのかなっていう。だから から猪木というこの存在が大きすぎて、そういうアントン・ハイセルとか永久機関とか、そういう事業で失敗して、明らかに騙されたりみたいな部分と、この英雄性が同居してる人やから、全部描こうとしたら、それは映画で2時間ならそこらで描けないですよね。うん、ですよね。うん、で、やっぱりその昔のファイトとか見て、異種格闘技戦も含めて。 やっぱり一種格闘技戦であそこまでリアルっていうか、うん、スリリングにやる、できる人ってやっぱ猪木ぐらいだなと思うし、うん、うん、他の人の一種格闘技で見てたらなんかこう、ブサイクだった、ね、ブサイクだもん。だからその、うん、本当に幻想を抱けたし、実際に猪木は強かったし、ねその、うん。 その昭和のファンが情報が少なかったとはいえそういう新日本プロレスは最強やっていう幻想を抱けたっていうのがよくわかりますよね、うん、今改めて見てもね明らかに強そうな体を猪木がしてるし,、うん、てしモハメド・アリと並んでも遜色ないしほんまに世界のトップの中のトップのプロボクサーがとこう、ねうん、別に性格好も、ね、遜色ないし。はい <で>スピードもね、損傷ないし。っていうのを見ると、はい、この人強いんやろうなっていう。幻想は抱けましたよね。 抱けたしそういう英雄性の一方で、本当に竹内先生と子さんが、大阪城ホールでご覧になられた海賊、ガスパーの海賊男で先週もそんなう話したんですけど、海賊男が間違えて、手錠をかけちゃってっていうそうそう、あの時にね、猪木がリングサイドに向かって、あ文句言ってるわけよ、あって言ったら、こてつが来て、お前がやらしたんやろとか言うて、えらい喧嘩になってるんですよ。としては 昨日描いていたストーリーラインとしては、うん、だからその海賊男が乱入してまさ斎藤に。うん 猪木に手錠をかけて手錠をかけで、マササイトが猪木を攻撃して、うん、そっから猪木がどう逆襲するかっていう、このストーリーラインを、ね、うん、あの海賊男が。間違間違えて。マササイトに手錠をかけちゃって,って。<laughs> どうにもならんくなって。猪木はその怒りを解説的にいる、その山本小鉄のせいに <laughs>。はい。だからね、あれ、小鉄のせいというよりもね、はい、なんか言わんと。なんか言わんと。わからわー言うてたんですよ。うん,すよね、うんだから小鉄が、お前やんか、とか言うて、なんか向きになって。<laughs> 悪いや、お前やと。うん。 うん。で、喧嘩しましたよ。あの、本当に、あの、エプロンで。エプロン、ハイリングの。だから、そういう、本当に、感動する試合もあれば、うん、一方で、そういう、もう、ね、うん、とことん、なんか落胆するような試合もするのが猪木で。うん、そうなんですよ。ね、<あ>その楽さがね。敵やったね。<ー>うん。うん、今も、プロレスは、やっぱり、どの大会行っても、ある程度の満足は得られるし。はい。はい そ,そんなん展開ないですもんね。ないっすよね。うん、うん。だからまあ、今、エンターテインメント性よくできてるんだけど、猪木の時はエンターテインメントというよりも、やっぱり猪木ワールドというか、うん。そうなんですよね。だからなんか独自の発達を。そうなんですよね。てたんですよね。うん、その猪木、うん、のプロレスだけが。そうなんですよね。なんか特殊なね。うん。特殊してたね。うん。うん、その代わりまあ、周りの人は、だからナンバー2の坂口もナンバー3の小林も、あんまりどこを見せれなかったような。<laughs> 試合してましたよね。そうですね。だから坂口誠治は新日本プロレスに合流したときは、本当にもう言ったら、こう、ツートップみたいな感じだったんですよ最初は。うん、はいはい、そうですね。猪、ね、木と坂口、坂口もう両友、こうね、二、うん、人のエースっていうような形でやろうとしてたけれども、うんはい、その昔の NET、今のテレビ朝日はしてたそうですけど、うん、もう途中からもうね、すぐにもうもう猪木がエースで、それはもう坂口さんが、やっぱり、 その格闘家として柔道日本一なるものすごい強い人だけれども、うんはい、やっぱりそのプロレスという観点で、うん、その猪木の天才性にかなうわけないと思って、一歩引いてそうですねだから途中、参加のストロング小林はナンバー3なんだけど、えー、やっぱりエース外人のジョバというか、はい、負け役をずっとやらされてるみたいなね、うん、ナンバー3で、えー、そういう感じだったから、やっぱり猪木オンリーなだったっすよねうんうん うん、まあそれは不誠実の天才ですもんね、うん、猪木は,はい、はい、そまあそれを映画しようという時点で,で、ねね、なかなかね。やっぱり難しいな 事情わかるんですよ、ほんまに、アミューズが制作してて、今新日本プロレスの選手をマネジメントしてるからってなってくると、そういう事情を考えたら、こういう映画になるやろうなっていうふうに僕は見てたんですけど、それはまあ、猪木、原理主義者からしたら、アントニオ猪木を探してと言いながら、どこ探してんですん、そこちゃうぞっていうね、違うとこばっかり探してるんですよね、だからそのわ分かるんですよ。ただ 見て面白かったという人もいるんで、だから猪木にこだわってない人は意外と面白いんですだからそうですね、だからそのゴジラとかとほんま一緒かもしれないですね。ゴジラそのものを見て、今回のゴジラはっていう日とか、そうなんですよ。で、原理主義の方っていうのはね、ゴジラの何を見てるかって、作目見てるんですよ。1954年のゴジラを見てるんですよ。あれは文学なんですよ。というか、文学にならざるを得ないんですよ。 当時、怪獣映画というのはなかったから。しかもその昭和29年という時代性ですよね、ええはい、そうなんですよ。うん、で、それをね、今求めてもね、やっぱりこれはもう幻でしかない,ないんですよ。だから猪木は確かにすごいけど、その,その猪木のすごさを求めても、僕らからしたらアントン・ハイセルとか猪木の負の部分をあからさまにしてほしいという、そういう気持ちやけど、えー、原理主義の方っていうのは、やっぱり猪木の何がすごかったかというのを描いてほしいんですよ。えー でそこに絶対行かないですよ今あ。だからその今のプロレスのその何ですかね、うんえー、新日本プロレスに対してその昔のプロレス不安が昭和の新日不安が結構起こってたりとか猪木き現主義者が今回の映画も含めて起こってるっていうのはああほんまにその同じ構想ですね。あ,あそうですね。 最初の「ゴジラ」一作目を求めてる人と、もうどうしようもないですもんね、今の海の選手とかに、それを求めてる、ま。だって、もう時代が全く違うし、うん、ただ、だからそこの部分でね、求めてもしゃあないのは分かるんですけど、この海野選手っていう彼が、棚橋とね、一緒になんか割烹料理食べてるときに、海の。 お前は何に怒ってる、うん、とかって聞くんですよ。<お>その、うん、あの、猪木問答って札幌であったじゃないですか。棚、うんはあ、橋。お前は何に怒ってんだ、うん、みたいな、ね。はいはい、あれ、同じことを、棚橋選手が、うんあの、海野選手聞いたら、うん、僕は何にも怒ってないです。<laughs> それはちょっとどうかなと思ますね。怒ってないです怒りは力になりませんとか。あなるほどね。それはもうちょっとね。ちょっとイズム外れてるね。まだそのゴジラはそういうまあ昭和29年のゴジラはねそのゴジラの文学性はまあできない模倣できないとはいえどこかでちゃんとそのゴジラというこの存在を。 そうそうそう。ちゃんと踏襲しようとしてるあるはずでしょええですね。ただその海の選手は、僕は田中さんの方が好きです。猪木さん分かんないわ分かんない何がそれそこがね。はい。ああ。んで、あれでしょなんか映画のナレーションが福山君ああ、そうなんですよ。福山さん。ねえ。甘ったるいよね。いや、そう、そうなんですよ。うん。その、 ねやっぱり、その福山さんは、負の部分ない人じゃないですか。まあちょっとね、その竹内先生は怒りますけど、下ネタ言うぐらいじゃないですか。軽い下ネタで。軽い下ネタ。そうなんですよ。ねうん。だから、僕はもうそこは嫌でね。福山正春。俺も下ネタ言うよっていうのはさ、俺これだけかっこいいのに下ネタ言うよみたいに聞こえてしまう。まあそこのギャップでの、ギャップ下ネタですもんね。そうなんですよ。で、女性ファンが、うわ、下ネタ言い張る、福山さんも、みたいなね。 そこがいいみたいな感じになる。だからそこがいいと思われてる下ネタってのは下ネタじゃないね。<laughs> でもそれゴジラと一緒で、竹内先生レベルの下ネタをやっぱり求めるのはね、はい、もうないものねだりですね。ないものねだりですね。いや、そう竹内先生同じことをもしかして言い出したらね、はいうん、福山雅治が。はい、うん カッパのカータンがね、とか。とかね。うん。そう、竹内先生、前言ってあったじゃないですか。そのね、あの、コキコキ堂の話で、前僕ら一緒にイベントやってるとき今年一番の流行語は、あれちゃうかなと思うんですけど、あの、その、そういう話になったときにね、竹内先生が、あの、ヒトチンって知ってますって言わはったんですよ。ヒトチンヒトチン何何ですかって聞いたら、その、まあ、コキコキ堂を極めるために、この、 手の上にお尻を乗せて座って手の感覚をなくしてちょっと麻痺させてそれでこきこき道にう邁進するとそしたら人のちんちんを触ってるような感覚になると人乗っててねちんちんを触ってるのね他人のこれヒトチンって言うんですけどそう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 じゃなくてそんな やっぱりそれはほんまに、やっぱりエロに関しては不正出の求道者なんで、竹内先生、ほんまに猪木と同じ存在だと思うんで、それを福山さるがそれ言うたらね、人トチンってしてるってええ声でね。ねぇ、揚げ句の話、歌作って、人トチンって、ヒトチン、はい、それはないよね。んか人に触られてる感覚を味わうためってことでしょ、そうそうそう、それを。それないよね。で、その人に触られてる感覚を味わいたいという気持ち、福山さんにないもん。 散々あのいらわれてるわけだから、まあ、あえてそれを人工的に人賃を作る必要がない人生を歩んでる人そうなんですよ、我々と違って、で我々はもう、そんなんで人の感覚、味わいたくないけど、それしかないっていうね、そこなんですよ。ってか、それはまた猪木に通ずるんですよ。アントニオ猪木は戦後、そういう家族で、 移民でブラジルへ行って、でそこで。 であの農園でもう強制労働のような形で働かされてというのを10代で経験しててて、偶然ブラジルに遠征来た当時の日本の大スター力道山にスカウトされてっていうことがあってのいろんなそれこそ海の選手にはない怒りがを抱えて若い頃から子どもの頃から生きていた人がそれをリングでぶつけてるわけでしょ。だかかから竹先生もその人をいうするしかなかった <laughs> このルサンチマンを抱えながらねあの一人エッチに励むという気持ちをね <laughs> 福山君、あなたは若いかって世界なんですよねなんか話が変わってきましたね今日 <laughs> いきましょうか浅田美代子さんで幸せの一番星、えー、トッサン兵庫県男性50代の方からメールいただいております墨田先生阪神日本一おめでとうございますこれ私が京都岡田会の 理事だということを知ってくださってはいありがとうございます竹内兄貴き階段最強戦お疲れ様でしたこれは階段最強戦というのははいこの前あったありましてはいそうそうあの年に一回ある大会なんですけど過去五回あって今年六年目なんですけどもう一回も出たことがなかったんねある事情であそうなんですかはいで今年まあちょっと出てみようとってまあビデオ審査から始まってそこから参加した。 でさあの、最終決戦まで残って、ええ、まあ200何人の中から最終4人に残って、ああすごいこの4人で、えー、決勝戦やったんです、ええ、東京で。総当たりということで。総当たりなんですかはい。で、3勝したら、三人たたるから3勝したら優勝なんだけど。わだからえ全員に勝たないためってことですかまあ、その3勝しようと思ったらね。はい、でも、3勝できなかったら2勝1敗では並ぶんですよ、誰か。あ、そうですよね。2人並ぶ場合と3人並ぶ場合があるんですよ、はい、あの計算的にね。ええ、で、並んだら、 もう一回やるんじゃなくって、だから3人とやるから3、3はやらないといけないんだけど、ええ、4話目はあれやから、その並んだ場合は、その時点でもう一回、あの審査員に投票してもらうという。あなるほど、うん、で、僕は、あのまあ、それ、嫌やなと思ったんですよ。ええというのは、女性2人残って、男性2人やから、はい、今まで過去5年、5回、女性のチャンピオンがなかったから、ええ、今回、女性チャンピオンを誕生させたいという思惑がちょっと出てくるんちゃうかなと思って。 で並んだ場合は、その決戦でもう一回っていうのやったら、まあわ、えー、かるけど、もうな,なくって投票ってなったら、これはあかんわ、もうこれ3勝でるほしかないでと思って、えー、まあ1回戦、まあ、女性、一番優勝候補の人にやって、はい、それを僕、2回戦、男性やから、はい、うんどうしようかなと思って、まあこの人やったら、ちょっとあの自分の中でちょっと自信ないやつやろうかなと思ってやったら、えー、3分でまとめないといけないんですよ。えー 3分超えるとダメなんです、はい、ダメというか、減点されるんですよ。えーえー、だそれがちょっと練習不足で3分超えちゃって、負けたんですよ。で、3回戦目、三戦目の女性のやつには僕が勝って2勝1敗だったんですよ。はい、で、その僕が勝った女性が、あの2人に勝って2勝1敗で並んで、その2人と決戦投票になったわけよ。えーえー、決戦投票になって、観客票、観客でどっちが多いかということで来てる人の、はいえー、えそれが ほんで、配信見てる人はどっちが僕、その審査員があと7人いて、9人、9票あるんですよ、ぱっとやっていったら、最後で4対4になったんですよ、最後がその彼女に入って、5対4で僕が負けてしまうということになって、うんだら、観客票をひもといたら、51対49やったらしいんですよ、もうほんまキワキワですよね。 で、その新鮮な中の女性の一人ね、私、階段のこと分からないけど、うん、階段階の将来のために、あえて女性選びましたって言うたんですよ。<laughs> それはなぁ、と思って。うん。だから、まあ、キワキワでした。もう、準優勝。 やけど優勝して100万円なんですよ、万ゼ万、ね、大きいですよ、100万円大きいですよ、まあ、僕としては3勝0敗でいこうと自分で思ったんだけど、えー、ちょっと3分超えてしまって、<ー>そのいいっっぱいあれなったんで,でもそれもほんまに、ルールが違ったら、うん、例えば。 どあの同率やったとして、あの同じ勝率やったとしても、直接対決勝ってる方が勝ちとかやったらもうそうなるわけですよね、うんうん、だからまあね、ちょっといろいろ自分のだ、ただでよかったのは、これもみんなに言うてるんだけど、はい、めちゃくちゃ悔しかったんですよ、本当に、えー、本当にあ,あれでやった勝ててたのに、こうやった勝てたのにってずっと思うじゃないですか、えーはい、言うてみたら、なんか、首ごとみたいなの出てくるんだけど、うん、その悔しさで僕思ったのは、こういう賞金とかね、名誉とかね。 そうやから来ないなんねと、じゃなくて、自分の原点はなんだろうと思ってやっぱり物書きの人間やから、えー、物を書いてなんぼやっていうふうにまあ思いが至ったんですよ。えー、で、そのにまに、まあ、見に来てくれた中にそのあの、出版社の編集の女性の方もいらっしゃったので、えー、それとも名刺交換したので、えーはい、よし、僕は本来の自分のあ原稿を書いて勝負すると、えーうん、だからすごいその時怖い本の企画を思いついたんですよ。で彼女にそれを送って、はい だから彼女も、あ、これはすごい怖いし、面白いからということで、企画会議にかけますって言うて、実は、今日企画会議にかかったんですよ。あそうだったんですか。はい。で、先ほど結果が来て、通ったんですよ。おすごい。だからそれは、あの、もう、赤配、僅差で赤配したからこその結果なんで。ああ、そう、副産物ですもんね。そうでなかった。この。見てたりといたから。考えてないんで。だから自分としては良かった。ああ。はい。すごい、でも、 前向きですよね、やっぱりす晴らしいですね、古希を前にして、そうですとっさのメール戻りますけれども、さて、今年も残り2か月を切り、いろいろ忙しいと思いますが、年内までにやっておきたいことや取り組みたいことって何かありますか、これ、でも今おっしゃってる、これをこ年いっぱいで書くという約束してる今年いっぱいでですか、2か月しかないですよ。はい書きます でも、あ、これ、あ、すごいの、思いついたって思ったんですよ。いきなり、ふーっとね、降りてきて、その、その時に。ばって、あ、これおもろい。これ怖い。そう、負けたからこその悔しさが。そこそのもんですね、多分。多分。はい。はい。だからもう自分にとっては、この近藤の方に戻れたっていうか、それいいことやなと思うし。あの、本当に、ちょっと忘れてたんですかあ、忘れてた。その、そうそう。長らく忘れてて。長らく忘れてたけど。 じゃあ、物書きだというところに、そこにそういう編集者がやったっていうのもまた、そうなんですよ、偶然のようで必然で、かもしれない、年内までにやっておきたいこと、何かあるかな、なんかあるでしょ、まあでも、やらなあかんないようないっぱいありますよ、弁護士業務で、あれとこれとこれをどこまで進めてみたいなのは、たくさんあるし、そうな、ラジオも。 こと、うん、あのー、そうその,今年の目標でみたいなの言うててやってないことあるから、うん、いろいろ、はい、ラジオドラマをやりたいって言ってて、結局、できてないやんか、はいあ。やったらよろしいんちゃいますの <laughs> <laughs> ね、あのほんまに出ていてほしいな、ん今年は無理でもそう、ほんまにちゃんと言うたことはや,やっときたいんですよね。うん、ラジオドラマやりたいなっていうのは、近々あるんですけど、まあまあ、こ今年ももう1年終わりなんですけど、はいそのね、流行語大賞とか、ね、まね、いつもなんか出てるじゃないですか。うん、出てますね、うん、でも うん、よ,よう分からんのが多いですよね、うんうん、今ね、うん、最近。今ね、うんうん、まあまあ、やっぱりあのベタにあれとかなんですかね、これでも、オープニングで言ったみたいに、岡田監督はまあこのあれで、流行語大賞を取ってあのその、ね、い、えー、けるじゃないですか、なんていうんですか、その会場に行って、ね、はい、表彰式にも行ってとかね。 どうなんですかね、ほんまに全国的にあれとかって言ってたんですか、関西だけなんですかどうなんでしょうかね、全くわからないですね、パインあれとか言うてるのって、関西人だけなのかな、かもね、岡田監督はこれでしょうけど、ェル姉さんはこれないじゃないですか、表彰式は。来れないでしょうね、来たらね、また炎上するだろ絶対炎上するでしょう、ェル姉さんが来たらね、この流行語にジャニーズ問題って入れて、 いいいのかかってうね確にでもこのジャニーズ問題はやっぱりでも衝撃的ではありましたよね、もうこの1年とかいう話じゃなくて、もうこの何十年の芸能界で起こった一番大きな事件じゃないですかね、この問題になってる、そういう性加害、性被害があらわになったという意味では。それがあったからかもしれないけども、最近ね、 僕、いろんなユーチューブとか生物を見てるんだけど、こんな奇妙な生物がいますとかいうので、この前も郊外ビルというのを調べたんだけど、郊外ビルってあるんですよ、昼の仲間やけど、昼ではないですよ、ミミズみたいな、郊外ビルっていうのは、郊外という、女性が串かなんかの時の形に似てる頭をしてるんで、ハンマーヘッドって、ハンマーみたいな形してるの、頭が、で、にょろにょろっとしてる、あ君の悪いやつなんだけど、 これがまあ、いろいろカタツムリ襲ったりするんだけど、ええ、その頭の部分で襲うんじゃなくって、口がお腹の部分にあるんですよ。だから、絡みついて、お腹の部分で食べていくっていうやつなんだけど、ええ、これがねあの、口と肛門が一緒、そこしかないんですよ。<あ>うん、で、あっと思って、ちょっとこう、なんかそう言って、あの隠れ魚みたいな、ええあ、要は隠れ魚がなんか、その生コに入ろうとして、ええ、生コは口と肛門が一緒やから。ええ あの口、肛門から入ろうとして、うん、口を閉ざす、生子が、ええ、でも息ができなくなるから、パッと開けた瞬間にバッと入っていくという、ああその口と肛門が一緒のものがいるということは、僕、テレビで見て、はい、ジャニーズ問題が起こるきわきわきわの今回も郊外ビルが口と肛門が一緒という生物を見て、うん、ジャニーズ問題以来、そういうのはよく目につくなと思って、ね <laughs> まあ、これはあの武内先生が不謹慎なこと言うてるんじゃなくて、あの不謹慎なのはジャニーがそうなんですよ。うん 私は何も禁止なこと言ってませんよただ単にジャニー・北川が連想したメタファーのように感じたはい、はい、っていうことですねそうなんですよいやこれでもねあのーうん、こ,こんだけ変わるかっていうような変わり方ですもんねもう手のひらね去年の今頃去年の今頃じゃないわほんまにこの絵がね、うん、そういう記者会見とかするまで ジャニーズ、あるいはその被害者の人らがするまで、こんな展開っていうのはおよそ考えられなかったし、今もそうですよ、やっぱりこの売れっ子の人っていうのは、絶対そういうこと言わないから、性性被害はなかったという立場やから、言うてる人っていうのはやめたりとか、売れてない方がおっしゃってるから、売れてない、払いせに言うてるのちゃうかという思いを言う人もいるわけですよね、一方ではね、そういうふうにいわけですよううだから、難しいと思いますよ。 今もなおいやーもうずっとこれはもうね、うん、結局どういう落としどころで。うん その一応解決したみたいな形にするのか、したふりをするのか。ということだけだから、うん、だから解決しないですよ、それはね、中にはいるのかな、もしかしたら名前出てて、もう第一線でずっと活躍してて、事務所には被害申告してるけども、公にしないでくださいねっていう人もいるんですかねいや、どうなんでしょうかね、それだったらそれは表に多分出てくると思うので、いずれ、多分みんな、それはないと思いますね。やっぱり自分の ためにもならないし、うん、で要はここが一番微妙なとこだけど、そのそういう人たちもジャニーさんが亡くなったときに本当に愛情のこもったその追悼というか、うん、言葉をなんか出してるんですよね。うん、決してそのなんか自分が一方的にそういう あの被害を受けて被って、ジャニーさんが一方的に悪いというようなことを言う人はまずいないんですよねまあだからそれは、そう思うことによって、自分を守るというか、思わざるを得ないようなそういう,そう,いうマインドコントロールをあの組織の中でなされてたということもあって、その影響がずっと大人になっても解けないといったんかもしれない僕はこの前のイベントで、ジャニーズ宗教論というのを喋ったんですよ、<う>宗教と一緒だと、ジャニーズというのは。うん やっぱり宗教として捉えたら分かりやすいんですよ。うん、教祖の洗脳があって、なかなか洗脳が解けない、宗教やってる人は。うん、だから、お前こんな宗教やってたかんで、ね、この前搾取されてんで、お前こっち戻って来いよって言うても、な、うん何で戻らんたかんねんと。お前たちの方が邪教だ、みたいな話じゃないですか。えー、そういうようなところがあると思うんですよ。うん、はい。だから、ジャニーズ宗教論で考えたら、ジャニーズの中にいる人たちは、ジャニーズが正当だと思ってる可能性がある、えー、思わされてるというか。うん、うん。だから、なんでこんな問題になるのと。 えどこが悪いのと思ってる人もいるかもしれないだからその私としてはこれねなんかもうジャニー喜多川のことはもう一切排斥していって、うん、あと方もないような形にして新しい組織にしてとかってする前にどういう関係性やったかっていうのがその宗教的な、うんあね、そういう側面もあったのか、うん、あそういうことも含めてもっとちゃんとやっぱりそのね、うんこう なんかいろんな賞を今まで取ってたものなかったことにしてとかじゃなくてやっぱりそういう功績も一方であるからマインドコントロールもできるわけじゃないですかですですだからそこを、ねうん、あの両方、うん、その光と影、まあ、もうそれはひ光っていうのは影の大きさと比べたらもうね、うん、そんな全然均衡の取れてないもんではあるけれども。うんうんうん あのちゃんと検証せんことには、同じようなことがまた起こるやろうし、解決絶対ならないんで、うん、で僕はこの宗教というのはね、解決のしようがないことやと思うんですよ、うん、その人の気持ちの問題になってくるもんで、うん、そうなんでだから結局、ほんま宗教って、そのねえ、あのー、 統一教会の旧統一教会など解散命令の請求をしていろいろ問題になって過去にもう民事でしか不法行為責任問われてない刑事責任問われてないっていうようなところがまあ争点になっているわけですけどただ、やっぱそのなんで刑事責任問われへんのかって言たらそのほんまに宗教っていうのはその詐欺っていうふうに刑事的にね認定するのは非常に難しいんですよ。そそそそもそも宗教自体がのののななんていうのかなその そういう自然的、その存在とかを超越した力を信じたりとかっていうところからね始まるもんやから、はい、だからその、うん、もうそれをなんか厳密に詐欺やとかって言うていったら、すべての宗教がそういうになるかもしれないし、うんうん、だから本当にね、あのー、別に普通に。 例えば日本人ってみんなお正月におみくじやったりとか、あれだって言ったら、何の根拠もないっていううい話になるわけじゃないですか、そこにね、お金を払っておみくじやってるのにとかっていうような小さいところで言えば、だから非常にやっぱ難しいですね、そうだから、ああいうおみくじでもね、正月行ってね、例えば1個引くのにね、1000円、2000円かかりますと、ちょっと高いなと思ってると、でもまあそんなもんやからあるけど。 一回引くのに50万かかったら、さすがにおかしい,いです、うん、それはね。うん、うん。ということは、どこが、そこの境界面、ねうん、ってなったときに、これ弾けないじゃないですか。いや、そこなんですよね。うん。うーん,、うんなんか。だから、そういう難しさがどうしてもあって、ってでもそれはなんでそうなるかってたなんか人間は何かにね、うん、依存したいっていうのがあって、で,で,で、それが、人によっては宗教やったり、人によってはそれがそういう音楽やったりとか、んかアントニオ猪木やったり、ゴジラやったりっていう,うで。で、これがね、例えばクラシックでもね、 四重奏とか、なんか部屋の中でやる、4人でや,、はい、やると、バイオリンとかなんかでやるとか、うん、で、オーケストラってやると、多、うん、人数で、はい、このオーケストラと四重奏とかなんかこ、こじんまりやるのの差はどこなんだっていうことは、うん、なかなか専門家でも分からんって言うんですよ、うん、だって12人以上がオーケストラで、11人はそうじゃないってなったら、うん、11と12、どこが違うねんってなるんで、これはけ、でも、 まあ、五十二編成と二人編成やったら、これは誰が見てもわかるんやけど、これ突き詰めていくと分からんとこあるので、宗教もそういうことじゃないですか。どこまでが詐欺で、どこまでがこう新人やってなったときに、まあ分からへんのですよ。ある人は三億円持っていっても新人と思ってる人もいるし、五千払っても騙された詐欺やという人もいるから、 これどこで線引くのって分からへんから、うん、それを常識というものを持ってくるしかないんですよ。世、うん、んでなほんで継続的なんか,だか、うん、悪質性とか組織性みたいなので見てるのが今回のね、うん、の解散命令の請求の問題ではあるんですけれども、うん。はい。局最後お願いします。はい。岡崎幸、私は忘れない。 あっという間にエンディングでございます。竹内先生、今夜もありがとうございました。はい、した番組論説委員長として、はい、今夜も本当にお話ししてて、はい、ああ、そういうことかと、はい、膝を打ったことが何べんもありました、うん。ありがとうございます。またよろしくお願いお願いたします。いますはいでは、来週もお聞きください。せーの。はまぐり、はまぐり。